幕内一歩との防衛戦を制した伊達英二は日本フェザー級王座を返上し世界へと照準を定めた。空位となった王座は決定戦を経て仙道武が奪い取り、一歩もデンプシーロールという新兵器を身につけリングに復帰した。貴様を倒すため仙道の目はそう語っておった。今仙道は怪物になりつつある。そうしたのは貴様じゃ。仙道さんにはデンプシーロールは通用しないんじゃ。仙道さんのように自ら前に出てプレッシャーをかける選手には通用しない。どんな相手をも交代させる下準備から技への連携、そしてとどめ、それらが全て揃ったとき、この技は完成に近づく。茂田がなんぼのもんか知らんが、そないに心配やったらタイトルマッチのチケット送ったるわ。少しは進歩したわいが見られるで。こんなもんや。対戦相手の脳裏に恐怖の記憶を植え付け、仙道武はそういう怪物王者になりつつある。震えが来るんや。ごっつ強い相手とどついてどつかれて勝つ。わいは強いんやと心底思える瞬間に勝たせてもらうで。僕も勝つために練習してきました。試合を組む相手はフェザー級チャンピオン仙道武。今度こそベルトを奪ってみせろ。最後までガンガン行くぞ。僕は挑戦者なんだ。この時を待ってたんや。ギタギタに叩きのめしてる幕の内。ラウンドワンファイト。ロッツ一緒に。なんでこれ10万の一戦です。これ、ボクシングか。2 3 4 5 6 7 8。僕はやってきたことを何も出してない。このまま終わっちゃダメだ。ボクス、オッダー、ダウン。エイジか、固め込めば勝てる。
2 3 4 5 6 7 8。 それでこそ我が待ち望んだ幕の内一歩や。おっ、あれ、うわっ、うわっ、うわっ。収まらんわ。